皆さんこんにちは、吉武です。今日は樺沢紫苑さんの神時間術を読んだ後の感想とまとめを、紹介した文章を紹介したいと思います。この本を読んで私正直衝撃を受けました。どうして学生時代に教えてくれなかったんだと思うばかりです。この、台湾版、中国版、中国語が書かれた、バージョンもあるので、皆さんぜひ、読んでみてください。では本文です。皆さんはどのように時間を過ごしていますか？最近やらなければいけないことが増えて、真剣に時間について考えるようになりました。仕事が溜まっているのにやる気が出なかったり、集中できない人は少なくないと思います。できるものなら最大限仕事に集中して、余った時間を趣味の時間に充てたり、家族と一緒に過ごしたいと常に考えています。ある本の中で、集中するためには睡眠、咀嚼、仮眠、運動が大事だと書いてありました。これらをしっかりしていると集中できるホルモンが分泌され、集中できるそうです。睡眠や仮眠をとった後の時間は一番頭が冴えており、勉強や新しいものを作り出す時間に最適だそうです。実践していき、時間を2倍、3倍に増やしていきたいです。では説明です。皆さんはどのように時間を過ごしていますか？最近やらなければいけないことが増えて、真剣に時間について考えるようになりました。について、名詞について、关于什么什么的意思。经常会说名詞に関して、也是一个关于什么什么的意思。に関して比较正式一点。次、ようになりました。ようになります。变成什么什么。前面要放动词。ようになります。动词的词书形加ようになります。变成什么什么。如果要用否定型的话，也可以说动词的耐心加ようになります，或者是耐心的耐的一把去掉，变くなります，くなります。仕事が溜まっているのにやる気が出なかったり、集中できない人は少なくないと思います。仕事が溜まる、溜まる。累积です。累积、工作累积了很多。やる気が出ない。干劲。干劲、没有。干劲、やる気が出ない。少なくないと思います。不少。少ない、上次也有介绍一下。少ない、这是一形容词。一形容词要连接动词的时候。一形容词一把它去掉加く、少なくない、少なくない、不少。できるものなら最大限仕事に集中して、余った時間を趣味の時間に充てたり、家族と一緒に過ごしたいと常に考えています。そもそもに当てる、放在上面，放在上面，用在上面的时候会说什么什么に当てる，什么什么に当てます。ある本の中に、集中するためには睡眠、咀嚼、仮眠、運動が大事だと書いてありました。咀嚼、咬的动作，仮眠、午睡啊，这种睡一下，这种叫仮眠。これらをしっかりしていると、集中しているホルモンが分泌され、集中できるそうです。そうです。前面放普通型，普通型加そうです。听说什么什么，
从哪里来听来的也看来的然后告诉别人的时候传达给别人的时候用的听说什么什么对そうです睡眠や仮眠を取った後の時間は一番頭が冴えておりあと是什么什么之后前面要放一个动词的他形动词的他形加あとあと名词也可以名词のあと頭が冴えており、頭が冴える、冴える是很清醒、頭脑会很清醒、頭脑很清醒。新しいものを作り出す時間に最適だそうです。実践していき、時間を2倍、3倍に増やしていきたいです。て、いきます。て、いきます。是从现在到未来的一个变化，我将来想要变成怎么怎么样，或者说，へ行きます，へ行きます。私はこの川沢志音さんの本を読んで時間がかなり増えたような気がします。皆さんはどうやって時間を有効活用していますか？よかったらねコメントしてください。どのように時間使ってるよ、こうやって時間使ってるよ、っていうのあったらね、教えてね。喜欢这个影片的人帮我按赞还有订阅。关于这个话题你喜欢的话我们也有写个比较长一点的文章在我的网站上面。所以有兴趣的同学可以再看哦。拜拜。